5月3日と4日の2日間、北西町にある木本球場をはじめ、いなべ市内の2つの球場で、第10回木本杯スポーツ少年団軟式野球大会が開催されました。株式会社木本三重工場主催のこの大会、地域に根付いた社会貢献を行い、少年野球で地域を活性化しようと2005年から開かれています。今回はいなべ市と党委員長から12の学童軟式野球チームが出場し、熱戦を繰り広げました。木本球場での初戦、チームワークが自慢の八田スポーツ少年団と、守りを中心とした党委員長の神田スポーツ少年団との試合が行われました。少人数ながら1年生から6年生まで全ての学年でレギュラー選手が揃う八田は、絆を大切に一丸となって試合に臨みます。両チームともこの試合、序盤から得点の取り合いになり、気が抜けない試合となっていました。代わって藤原第一球場の初戦は、楽しい野球をモットーに日頃心身ともに鍛えている山里スポーツ少年団と、党委員長の三和メジャーズとの対戦です。どの選手も優勝を目指し全力を尽くす中、山里は4回裏、三和に大量得点を許し、5回表に1点を返すものの逆転には及ばず、悔しい試合展開となっていました。10回目となったこの木本杯、それを記念して木本杯日米少年野球大会が開催されます。7月31日から8月6日までの期間、木本海外工場があるアメリカのジョージア州シーダータウンに、いなべ市と党委員長の10チームの中から選ばれた17人の選手がホームステイを行います。そこで地元の少年野球チームと交流試合を行うほか、野球の本場でプロの試合を観戦する予定です。株式会社木本常務取締役下里啓司さんは、この木本杯が10回目となり、地域の大会として根付いてきたことを嬉しく思います。今後も地域の皆さんとともに発展していきたいと考えていますと話していました。大会結果はご覧の通りです。